村芝居私がシナの芝居を見たのは過去20年間にたった2度だけであった前の10年は絶対に見なかったまた見ようという意思も機会もなかったからその2度はどちらもあとの10年のうちでしかもとうとう何の意味をも見いださずに出てきたのだ 第一回は、民国元年。私が初めて北京へ行った時、ある友達から、ここの芝居は一番いいから、持って世相を見てはどうかなと言われて、芝居見物も面白かろう。まして北京だものと、大いに興じて、すぐに何やら園とかいうところへ行ったら、もう世話物が始まっていて、小屋の外には太鼓の響きが漏れていた。 私どもは木戸口を入ると赤いものだの青いものだのいくつも目の前にきらめいて舞台の下にたくさんの頭を見たがよく気をつけて見直すと真ん中にまだいくつかの空席があったからそこへ行って座ろうとしたとき私に向かって何か言ったものがあった最初はガンガンというドラの音でよく聞こえなかったが 注意して聞くと人が来るからそこへ座ってはいけないというのだ私どもは是非なく後ろへ引き返してくるとベンツのピカピカ光った男が私どものそばへ来て一つの場所を指さしたその場所は細長い腰掛けで幅は私の状態の4分の三くらい狭く 高さは硬いの三分の二よりも高い。まるで拷問の道具によく似ているので、私は思わずゾッとして退いた。二三歩歩くと、友達が、君どうしたんだえと私の後からついてきた。なぜ行くのだ返事をしたまえな。いやあ、どうも失敬。 なんだかどんどんガンガンして君の言うことはさっぱり聞こえないよあとで考えてみると全く変なことでこの芝居はあまり良くなかったかもしれないでなければ私は舞台の下にじっとしていられない太ちなんだろう第2回はいつのことだか忘れたがとにかく 北水彩義援金を募集して短経典がまだ生きている自分だその募集の方法は二円の切符を買って第一舞台で芝居見物をするのでそこに出る役者は皆名人で小経典もその中にいた私が切符を一枚買ったのは本来人の勧めによった攻めふさげであったがそれでも誰か 京天の芝居は見ておくものだと言ったことがあったらしく前年のどんどんガンガンの災難も忘れてつい第一舞台へ行ってみる気になったまあ半分は高い値を出した大事の切符を使えば気が済むのでもあった私は京天の出る幕が遅いと聞いていたので 第一舞台は新式の劇場だから座席を争うようなことはあるまいとわざと9時まで時を過ごしてやっとこさと出て行ったところがその日も相変わらず人がいっぱいで立っているのも難しいくらい私は仕方なしに後方の人混みにもまれて舞台を見ると老け小山が歌を歌っていた その女方は、口の辺に火のついた小よりを二本刺し、そばに一人の羅卒が立っていた。私は散々考えた末、これは木蓮の母親らしいなと思った。後で一人の和尚が出たから気がついたので、さは言いながら、この役者が誰であるかを知らなかった。そこで、 私の左側に押されて小さくなっていた声た紳士に聞いてみると、彼は蔑むような目つきで私を一目見て、こう、うん、ほと答えた。私はひどく決まりが悪くなって顔がほてってきた。同時に頭の中でもう決して人に聞くもんじゃないと思った。そこで、 子役を見てもほやまを見ても立役を見てもどういうたちの役者が何を歌っているのか知らずに大勢が入り乱れたり二三人が打ち合ったりそんなことを見ている間に九時から十時になった十時から十一時半になった十一時半から十二時になったそうして 経典はとうとうう出てこなかった。私は今まで何事に限らずこんなに我慢して待ったことはなかった。いわんや私のそばにいた紳士ははあはあ息を弾ませて超えた体を持て余していた。舞台の上のドンちゃんドンちゃんの林や赤や緑の眩しいきらめき。 その時十二時だ。たちまち私は、とてもこんなところにいられないと思った。同時に私は、機械的に身をねじって、力任せに外の方へと押し出した。後ろはいっぱいの人で通る道もなかったが、大概その弾力性に富んだ肥えた紳士が、早くも私の抜け出した後に彼の右半身を突っ込んだので、 私は自然に押され押されて木戸口に出てしまった。街は観客の車以外にはほとんど一人も通行人がなかった。それでも木戸口には十何人か頭を上げて芝居の番付を見ていた。他に一塊の人が何にも見ずに立っていた。私は 何にも知らずに来たことを我ながら悔やんだが結局芝居の題目さえも忘れてしまった私が実際いい芝居を見たのはそれよりずっと前のことだその時おそらくまだ十一二にもならなかったろう私どもロチンの習慣はおよそ誰でも嫁に入った娘は まだ当主にならないうちは夏の間大抵は里方に行って暮らすのであるその時分私の祖母はまだ達者であったが母もいくらか家事の手伝いをしていたので夏も長く帰っていることはできなかった是非なく墓掃除を済ました後で二三日の暇を見て抜け出していくのであった 私は母親について、外祖母のうちに遊びに行ったことがある。そこは、平教村といって、ある海岸からあまり遠くもない、ごくごく偏僻な川沿いの小村で、個数がやっと三十くらいで、皆、田を植えたり、魚を取ったり、そういう暮らしをしている間に、ただ雑貨屋が一軒あるだけであったが、私にとっては、<laughs> 極楽世界であったここへ来れば勇退されるのみか「父数半遊有南シャン」などというものをうならなくともいいからである。私と一緒に遊ぶいろいろの小さな友達が「遠脚が来たので彼らもまた父母の許しを得て仕事を控えて私のお相手をした。 小村の中の一家の客もほとんど大概芝居の跳ねた後の女を見に行くことを考えていたしかし経典はそこにもやっぱりいなかったさは去りながら夜の空気は非常に爽やかで全く人の真皮にしむという言葉通りで私が北京に来てからこのようないい空気にあったのは この芝居帰りの他にはなかったようにも覚えた。この人よは取りも直さず、私が品芝居に告別をした人よで、もう一度そんなことに会おうとも思わず、たまたま芝居小屋の前を過ぎても、私どもとはまるきり関係がなく、精神がすでに一つは天の南にあり、一つは地の北にあった。けれども、 その二三日前に私は思いがけなくある日本の本を読んだ。惜しいことには本の名前も著者の名前も忘れてしまったが、とにかく品芝居に関することで、その中の一辺をかいつまんで言うと、品芝居はむやみに叩き、むやみに叫び、むやみに踊り、観客の頭を混乱させるから、 劇場向きではないが、伸びろいところで遠くの方から見ていると、自然に面白みがわかってくると書いてあった。私はその時そう思った。これはいつも私の胸の中にあって、まだ言い出したことのない言葉だと。だから私は、いい芝居は野外で見られるものとしっかり覚えていた。 北京へ行ってからも芝居小屋に二度入ったが、やっぱりあの時の影響を受けたのかもしれない。何しろこれは公共のものではないか。私どもは年頃もおつかつだったが、順序から言えば一番下の弟だ。他に幾人も目上のものがある。村中は皆同姓で一家であった。 そうは言うものの、私どもは友達だ。喧嘩でもして年上の者を打つと、一村の者は老人も若い者も、目上という言葉を思い出せない。彼らは100人中99人は字を知らなかった。私どもの日々の仕事は、大概ミミズを掘って、それを針金につけ。 川沿いにかけてエビを釣るのだ。エビは水の世界の馬鹿者で、遠慮会釈もなしに二つのハサミで針の先を捧げて口の中に入れる。だから半日も経たぬうちに大きなどんぶりに一杯ほど取れる。そのエビはいつも私が食べることになるのだ。その次は、 皆と一緒に牛を飼うのだが、これは高等動物のせいかもしれない。大牛も水牛も空を使って私を馬鹿にする。私はそばへ行くことができないで遠くの方で立っていると小さな友達は私がチチスハンが読めることなど頓豚弱なしに寄ってたかってはやしたてる。 私がそこにいて一番楽しみにしたのは、長宗へ行って芝居を見ることだ。長宗は比較的大きな村で、平京村から五里離れていた。平京村は村が小さいので、自分で芝居を打つことができないから、毎年長宗にいくらかお金を出して、一緒に芝居を打つのである。 その時分私は彼らが何のために毎年芝居を催すかということについて一向無頓着であったが今考えてみるとあれは多分春祭りで里神楽、笛増であったのだとにかく私の112 11歳のこの1年のその日はみるみるうちに到着したところが その年は本当に残念だった。早く船を頼んでおけばよかったのに、平京村にはたった一つ大きな船があるだけで、それは朝出て晩に帰る交通機関で、決してよそごとには使えなかった。その他小舟はあるにはあるが、使い道にならない。隣の村に人をやって聞いてみたが、 もうみんな約束済みで空いている船は一つもない。外祖母は大層腹を立て、なぜ早く注文しておかないのだとうちの者を叱り飛ばした。母親は外祖母をなだめて、私どもロチンは小さな村の割合に芝居を多く見ているのですよ。一遍ぐらいどうだっていいじゃありませんかと押しとどめた。 だが、私は泣き出しそうになった。母親はせか限り私をたしなめて、決して嫌な顔をしちゃいけませんよ。おばあさんが怒ると大変ですと言って、それから誰とも一緒に行くことを許さなかった。おばあさんに心配させるものではありませんと、また後で言った。 それはそれでとにかく収まったが、午後になると私の友達は皆行ってしまった。芝居はもう空いているのだ。私は遠寝に林を聞いて、今頃は友達が舞台の下で豆乳を買って食べてるなと思った。その日は一日、釣りにも行かず、物もあまり食べないで、 母親を困らせた。晩飯の時分には、外祖母もとうとう気がついて、この子が拗ねるのも無理はないよあの人たちはあんまり無作法だ、お客に対する道を知らないと言って探索した。飯を食ってしまうと、芝居を見に行った子供たちは皆帰ってきた。そうして、面白そうに今日の芝居の話をした。 ただ私だけは口も聞かずに沈んでいると、彼らは皆短足して気の毒があった。早期という子供は中でも賢い方であったが、たちまち何か思い出して、大船ならあれがあるぜ。八王子の通い船は帰ってきているじゃないか。十一人の他の子供はこの言葉に引かされて勇み立ち。 あの船で一緒に行こうと皆立ち上がった。私はようやく元気づいた。けれど外祖母は子供だけじゃ安心ができないと言った。母親も誰か一人大人をつけてやりましょうと言ったが、大人は昼の仕事に疲れているので夜頼むわけにはいかない。どうしようかと考えているうちに、 早期はまた何かいいことを思いついたようで大声上げていった。私が引き受けます。船は大きいし、じんちゃんはおとなしいし、私どもは泳ぎがうまいし、こんなら大丈夫です。全くそうだ。この十い人の子供は実際一人だってカモの仲間でないものはない。その上に三人は、 大潮を乗り切ったものさえある。外祖母も母親もようやく安心して、今はもう何とも言わずにただ笑っていた。私どもは一斉に立ち上がって、おめき叫んで門を出た。私の重苦しい心は急に軽く晴れやかになった。体も伸び伸びして大きくなったように思われた。 門を出ると、月下の平橋には、白い戸間舟が燃やっていた。みんなは船に飛び込んだ。早期は前の竿を引き抜き、阿ツは後ろの竿を抜いた。年弱の子供は皆私について中の間に座った。年上の子供は船尾に集まっていた。母親は送ってきて、 気をつけておいでよと言った時にはもう船は出ていた。橋石にぶつかって二三尺退ぞいたがすぐまた前に進んで橋を通り抜けた。そこで二丁の牢をつけて一丁に二人がかかって一里行くと交代した。笑うものもあった。喋るものもあった。 その声は水を切ってゆく音と入り混じった。左右は皆青々とした豆麦の畑を通す川中に我々は飛ぶがごとく長査を刺して進んだ。両岸の豆麦と川底の水草から発散する香りは水気の中に入り混じって表を打って吹きつけた。 月の色は朦朧としてこの水けの中に漂っていた薄黒い凸凹の連山はさながら釉薬せる鉄のけだものの背にも似て後へ後へと行くようにも見えたそれでも私は船足がのろくさくさえ思われた彼らはよたび手を変えた時 ようやく長層がぼんやり見えだして、歌声もどうやら聞こえてきた。いくつかの日は舞台の明かりか、それともまたいさりの日か。あの声は多分横笛だろう。炎天有用として私の心を押し沈め、我を忘れていると、それは豆麦やモグサの香りの焼きの中に、 散り広がっていくようにも覚えた。その日は近づいた。果たして、サリ日だった。私が今しがた見たのは長層ではなかった。それは一群れの松林で、私は去年遊びに来て知っていたが、今も壊れた石場が川端にのめって、一つの石葉が、 草の中にうずくまっていたこの林を越すと船はぐるりと回ってまた港に入りそこで初めて長奏が見えた何よりも先に目に行ったのは村の外れの川沿いの空き地に突っ立っている一つの舞台だぼんやりとした遠くの方の月夜の中で 空間の処物がほとんどはっきり分解していなかった私は絵の中の戦況がここへ出現したのかと思ったこの時船は一層速く走って間もなく舞台の人が見え赤いものや青いものが動いて舞台の側の川の中に真っ黒に見えるのは見物人の船のトマだ 前の方に空き間がないから、俺たちは遠くの方で見よう、とアハツが言った。船はここまで来るとゆっくり漕ぎ出して、だんだんそばに近づいてみると、果たして空き間がなかった。みんなが竿を下ろしたところは、舞台の正面からは随分離れていた。正直に言うと、私どもの白泊まの船は、 黒玉の船のそばへ行くのは嫌なんだ。まして、空き間がないのだから。停戦の間際に舞台の上を見ると、黒い彫刻の男が、黒い長髭の男が、四つの旗を背に刺して、長槍をしごき、腕を剥き出した大勢の男と戦いの最中であった。 あれは名高い荒ごとしだ。トンボ帰りの四重八てが皆できるんだよ。昼間幾度も出た。と早期は言った。私どもは皆見押しに立って戦争を見ていたが、その荒ごとしは決してトンボ帰りをしなかった。ただ腕を剥き出した男が四五人、逆トンボを撃つと皆引っ込んでしまった。 続いて一人のお山が出て、いーやー,ーと歌った。早期はまた言った。夜は見物が少ないから荒ごとしは怠けているのだ。誰だって心底の腕前を無駄に見せるのは嫌だからね。まったくそうだった。その時舞台の下にはあまり多くの人を見なかった。 田舎者は明日の仕事があるから夜になると我慢ができず皆眠りに行った。ちらばら立っているのはこの村と隣の村の暇人であった。黒い戸間舟の中に立っているのは言うまでもなく村の物持ちの家族であった。けれど彼らは芝居を見ているのではなかった。 大抵はそこでお菓子や果物やうりなどを食べていた。だから平たく言えば見物がないと言ってもいいくらいで、早期が無駄だと言ったのも無理はない。私は格別べつトンボを見たいとも思わなかった。私の見たいのは役者が白いキレをかぶって一つの蛇のような蛇の精を両手に捧げているのと、もう一つは、 黄色い着物を着た虎のような虎が踊り出すことである。私はそれをいつまでも待っていたが、ついに見ることができなかった。小山が引っ込むと、今度はシワだらけの若旦那が出てきた。私はもう退屈して、慶生に言いつけ、豆乳を買いにやった。慶生はすぐ帰ってきた。 ありません。豆乳屋のつんぼは帰ってしまいました。昼間はあったんですがね。私は2杯食べました。仕方がない。お湯を一杯もらってきてあげましょうか。私はお湯も飲まずに名を釣ったって芝居を見ていた。それも何を見たとはっきり言うことはできないが、役者の顔がだんだんへんてこのものになって、 五感の働きがあるのだかないのだか何もかも一緒くたになって区別がつかなかった小さな子供は勝手に自分の話をしていたするとたちまち一人の赤い薄着布を着た道家役が舞台の柱に縛られてごま塩おこのものから無知で打たれたごま塩ひげのものから無知で打たれた みんなはようやく元気づいて笑い出した。これはその一晩の中で一番いい幕だった。そうこうしているうちに、ふけおやまが出た。ふけおやまは私の大嫌いなもので、何よりも座って歌を歌うのが嫌だ。この時他の見物人もみな嫌な顔をしていたから、あの人たちの考えも、 私と同じであることを知ったそのお山は初めしずしず歩いて歌っていたがしまいにとうとう真ん中の椅子の上に座った私はうんざりした早期や他の人たちもブツブツ言い出した私は我慢してしばらく見ているとその役者は手を挙げたので 立って行くのかと思ったところが、いやはや、やっぱり元のところで長々しく歌い続けた。船の中の者はみんなため息をついたり、あくびをしたり。早期はついに耐えかねえ。こいつは明日まで続きそうだぜ。もう帰ろうじゃないか。と言うと、みんなはすぐに賛成して、勇ましく立ち上がり。 三四人は船尾へ行って竿を抜き、幾上か後すざりして船を回し、ふけお山を罵りながら松林に向かって進んだ。月はまだ残っていた。見物した時間はあまり長くもないらしかった。長層を出ると月の光は一層鮮やかになった。 振り返ってみると舞台はともし火の中にひょうびとして一つの貝櫓を形成し気がけにここから眺めたものと同様に赤い霞が覆いかぶさり耳の辺りに吹き寄せる横笛は極めて悠長であった私は老け雄山がもう引っ込んだに違いないとは思ったがまさかもう一度見せてくれとも言えなかった。 間もなく松林は後ろの方になった。船足は決して遅くもなかったが、辺りは黒く濃く夜更けであることが知れた。彼らは芝居をののしり笑いながら船を漕いだ。すると軸に突き当たる水の音がひときわ鮮やかに、船はさながら一つの大白魚が、 一群れの子供を背負うて波の中に突入するように見えた。夜通し魚を取っている親父三連は船を止めてこちらを眺めて思わず喝采した。兵凶までは一理もあるらしかった。こぎ手もみな疲れた。むやみに力を出した上に何にも食わないからだ。 その時、ケーセイはいいことに気がついた。ラカン豆が今出盛りだぜ。火があるからちょっと湿気して煮て食おう。みんなは賛成した。すぐ船を岸へつけて丘に上がった。田の中には真っ黒に光ったものがあった。それは今実を結んだラカン豆であった。 あ、あ、アハツ。この辺はお前のうちの地面だぜ。あの辺が六一親父の辞書だ。俺たちはそいつを取ってやろう。真っ先に丘へ上がっていた早期は言った。我々は皆丘へ上がった。アハツは跳ね上がって。ちょっと待ってくれ。俺に見せてくれ。 彼は行ったり来たりして探ってみたが、急に身を起こして。俺のうちのがいいよ。大きいからね。この声を聞くと皆はすぐにアハツのうちの豆畑へ入った。めいめい一抱えずつもぎ取って、船の中へ投げ込んだ。早期は、あんまり多く取ってアハツのお袋に叱られるといけないと思ったので。 皆を六一親父さんの畑の方へやってまた人抱えずつ盗ませた。年上の子供はまたブラブラ船をこぎ出した。他の者は船室の後ろで火を起こした。年弱の者は私と一緒に豆を剥いた。間もなく豆は煮えた。 みんなは船をやりっぱなしにして真ん中に集まってつまんで食った。食ってしまうとまた船を出した。道具を片付けて豆殻はみな川の中へ捨てた。何の痕跡も残さなかったが、早期は八王子さん、船の持ち主の塩と薪を使ったことを心配した。 あの親父は細かいからね。きっと鍵つけて怒鳴ってくるに違いない。みんなそこでいろんな意見を吐いたが、結局、構うもんか。もしあいつが何とか言ったら、去年あいつがおかえ上がってハゼの枯れ木を持って行ったから、それを返せと言ってやるんだ。そうして目の前でハチのハゲ頭を生やしてやるんだ。 家へ帰れば大丈夫だよ。俺が保証する。と、早期は三好に立って叫んだ。私は三好の方を見ると、前はもう平教であった。橋の根元に人が一人立っていたが、それは母親であった。早期は私の母親に向かって何か言ったが、私も、 のの間の方へ出た船は平京に来て止まった我々はごたごた丘へ上がった母親は少し不機嫌で12時過ぎても帰らないからどうしたのかと思ったよとは言ったがそれでも元気よくみんなを呼んで入り米を食わせたみんなはもうおやつを食べているし 眠くはあるし早く帰って寝たかったのですぐにちり散りに別れた次の日私は昼頃になってようやく起きた八王子さんの塩巻事件は何の問題も引き起こさなかった午後はやはりエビ釣りに行った。 そうきてめえたちは昨日俺の豆を盗んだろう。いけねえなあ。たくさん盗んだ上にあんなに踏み荒らしては。私は首を上げてみると、六一親父さんは小舟に竿を刺して豆売りからの帰りがけらしく、船の中にまだたくさんの豆が残っていた。ええ。 私どもはごちそうになったよ。はじめはお前のとこのものはいらなかったんだがね。あごらん、お前は私のエビを脅かして逃がしてしまったよ。と走期は言った。ごちそうか。<laughs> ちげえねえ。六一親父さんは私を見ながら貝を止めて笑った。じんちゃん。 昨日の芝居は面白かったかね私はうなずいて A と答えた「豆はうまかったかね?」ああ大変うまかったよ六一親父さんは非常に感激して親指を起こして得意になってしゃべったさすがは台所で育った学者だけあってお目が高い。 俺の豆は一粒寄りなんだぜ。田舎者にゃわからねえ。まったく俺の豆は他のもんとは比べ物にならねえ。俺は今日いくらかおばさんのところへ持ってってやるんだ。彼はそこで会をして過ぎ去った。私は母親に呼ばれて晩飯を食いに帰ったら、 卓上の大丼ぶりに煮立てのラカン豆があった。これは六一親父さんが私の母と私に食べさせるために送ってくれたもので、彼は母親に向かって私のことをべらぼうに褒めていたそうだ。歳はいかないが見上げたもんだ。今にきっと上限に当たるよ。おばさん。 おめえさまの副分は俺が保証しておく私は豆を食べたがどうしてもゆうべの豆のようなうまみはなかったまったくそれからずっと今まで私は本当にあの晩のようないい豆は二度と食べたことはなかった あの晩のようないい芝居も二度と見たことはなかった